お嬢のクラスの生徒って言いましたよね。へえ、あのそれは何かの聞き間違いでしょ。おい、お前たちもうよせ。おじさん、これ以上下手な言い訳はみっともねえ。こちらはもう全てお見通しだ。おめさんを男と見込んで一つお願いがございます。携帯なくすなんて今日はついてないよ。篠原さんともあんまり話せなかったし。おかえりなさいし。ただいま。で、どこにあった？お嬢が落とされたのは親切な方が届けてくださったんで。だったらちゃんとお礼しなきゃな。どこの人？いや、礼は自分たちが十分しておきましたから。本当か？お前たち失礼な前しなかっただろうな。ね、そうね。そうか、ならいいけど。桃入り女子。あ、桃女？いい子ぶっててつまんねえじゃん。